壊さなきゃいけないんですよね、この箱の中の。うん、ネックマシーンの。ネックマシーンの、うん、だったらホラー映画を見せるのは違うんじゃないですか。だってどんなに映画が怖くてもその画面に集中しちゃうからこっちの箱の中のこととか考えないですもん。本当やな、いいフィードバックや。こんなこと言ってくれた子今までいんかったわ。みんななかなか真面目に相手してくれないでしょうから。何やって。いや、みんなそれほど自由な発想はできないでしょうから。本当やで。そしたらどうしたらいいんやろ。いや、それはちょっと僕にも分かんないですけど。あ、そうだ、こういうのどうすか。怖がらせる方法ならその道のプロに頼むってのは。怖がらせのプロ。私は今、魔界探偵冥王星大シリーズで一大ブームを巻き起こしております新進のホラー作家越前万太郎先生のお仕事部屋にお邪魔来てます。こんにちは、越前万太郎です。早速ですが先生、冥王星王の映画の秘書をご覧になって率直なご意見をお聞かせください。大変楽しませていただきました。映画は映画として、小説とはまた違った面白い作品に仕上がってますね。小説を知らなくても、あるいは知っているからこそ楽しめるかもしれません。見てない映画のインタビュー、それっぽく受け答えできるよね。さすが作家。先生見てないんですか。自分の映画なのに。すっごい異常に怖がるなんだから。作家になったからよかったものね。普通なら社会生活マジで営めないの。じゃあ彼女さんとかは大変ですね。いないいない、いたことない。無理でしょ。真央ちゃんもやめときな。私の友達が先生誘ってみたんだけど。えっ、ずるいずるいって。全然大丈夫、全くうまくいかなかったから。まず部屋の電気を消せない。ベッドがダメ。なんか子供の頃からずっともうベッドで寝たことないんだって。意味わかんないんだけど。布団も絶対かぶんないしね。今日は本当にどうもありがとうございました。原作者ホラー作家の越前万太郎先生でした。それでは最後に冥王星王からも一言。この世には本当のことが一つだけある。それは本当のことなんて何もないってことだ。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。これあ、ありがとう。ホームページ用の写真撮らせてください。はい、どうぞ。行きます。はい、はい、チーズ、うん、あれ、赤坂さん怒ってる。当たり前です。格好も喋り方も冥王星王のこと全然分かってません。さすが担当編集、キャラ設定に厳しい。
これで終わりなの？はい。飯でもどう？あ、やべ！赤坂さん、時間大丈夫ですか？もちろん、お付き合いしますよ。いいですか？帰り道、暗くなりそうですしね。あんたの実家立派やんか。はい、マタロウさんのマンションはあれです。今日もうちの寺に魔除けの護符もらいに来ますよ。なんか魔除けの護符がないと怖くて仕事できないみたいです。ホラー作家なのに、さらにはマタロウって名前なのに。なんやそれ。いや、頑張ってくれてますよね。試写会とかも評判いいらしいじゃないですか。赤坂さんは不満みたいですけど。とにかく冥王星王のキャラがいまいちなんですよ。なんか声とかトーンとかかっこつけてる感が否めなくて。まあ僕の読者が楽しんでくれればとにかくありがたいことです。作家さんはね、私は同時に冥王星王を守る立場ですから。ありがとうございます。僕、赤坂さんに担当してもらって以来本当に安心できるんですよ。でも映画版の冥王星王についてももうちょっとしっかり監修できてれば。いや、あの仕事のことだけじゃなくて、つまりその僕赤坂さんのこと。マタロウさん。あの人がマタロウさんです。一緒にいるのが編集者の赤坂さん。どれどれ。うっそ。真山さん、あれが越前マタロウ、超人気ホラー作家の。そうですよ。クビ君、君って最高やな。ちょっと真山さん。すぎなちゃん、マタロウ先生。悲しいね。そう、怖い怖いと思う気持ちが実際にお化けを作る。昔高志くんのお父さんも似たこと言ってたで。知らんわ。なんでよ、あのゴム手袋のお化けが出たように言ってたわ。じゃもういいで、言わんといて。思い出したくもないのに。そのゴム手袋のお化けって何なんですか。ベッドの下から子供の足を引っ張るゴム手袋の男の話ですよね。ああ、でもあれそもそも私の嘘なんですけどね。え？え？嘘や！つまり暗いのがダメ、布団かぶって寝るのもベッドの上で寝ることもできんっていうこの俺の苦しみ、全部杉菜ちゃんの嘘せいやったんか。いや、お化けは本当やで。ただの集団ヒステリーやったんか。違うよ、お化けは本物。でもそれって子供の頃の記憶だから、ひょっとして想像とか夢の部分が混ざってるのかも。あ、なるほど。でも私別の実験で別のお化け作ってますから。別のお化け？まあ、そんな妄想の話。違うよ、それがネック理論の最初の実証実験なんやで。おかげで私もお風呂ダメや、ずっとシャワーしか浴びれんし、温泉も行けんし。温泉なんかどうでもええわ。っていうか昔クラスの子らお化け屋敷に熱心誘い込んでたの、あれつまり実験やったんか。あ、そらな、そんなこともしてたな。アホのまんまか。三つ子の魂100までって本当やな。何言ってるんよ、初心者の徹夜。
ネッコ理論ね。話としては面白いですけど。あ、理論は本物ですよ。あとはネックマシンの稼働です。ですって、マトロー先生。どうします？新作も上げていただいたことですし、時間は一応ありますけど。高坂さんって、高志くんの彼女さんなんですか？え？そんな滅相もない。ありえませんから。でも高校の時の彼女とかと雰囲気似てるかも。違う高校やろが。それくらい見かけるわ。近所なんやし。ちょっと気になってたとか。高志くん子供の頃可愛かったからな。いじめてたやろうが。かわいそうなとこは可愛いんやがの。多分今もそうやな。あ、ちょっとわかります。え？ねえ。じゃ何の話よ。ネック理論の実験の話よ。手伝って。分かった分かった、協力すればいいんやろ。おやけどこっちも忙しいで2週間だけ期間ちょうだい。ありがとう、さすが高志くん、優しい。うわぁ、ちょっとこのまんときのりやめ。ブレイクブレイク、僕も行きますから。よし、みんなで行こう。ほやけど遠足やないで、やるのは正規の実証実験や。おかおこへ行こうよ、口笛空は澄み青空、泣き場を刺して歌おう。はいはい、カラにイエイイエイ、ここに背を取り、ラン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 、アヒルザウーガーガーガー。ちょっとやめてって、杉菜ちゃん。いちいちなんやの。それはこっちのセリフや。つか布団なんか俺に近づけんといて。しょうがないやんか、昨日も教授を指導してて徹夜やったんやもん。ほんならせめておとなしく寝ててや。てか何が遠足でないでや、自分が一番遠足気分やんか。真山さん、一つ聞きたいことがあるんですけど。はい、何でしょう。真山さんはお化け作ってどうするつもりなんですか。あ、それ俺も聞きたいっす。科学なんて目の前の仮説の証明が常に第一義ですよ。一般論はどうでもええよ。お化けで商売でもすんの。アホか。ふやけど、まあ高志くんみたいな怖がりの人は助かるんと違う。お化けは人の想像が作り出すんやってちゃんと証明されたら、うん、この長いトンネルを抜けたらいよいよ目的地ですよ。押したらほい。この人誰？人形師の山本宗平さん。今から行くのがその山本さんの山荘で、人形作りの仕事場として使ってたんや。いろいろ奇妙なことがあってから今は無人や。奇妙なことって何？山本さんが東京の展示会に出展していた人形は戻ってきたんやが、その中に一つだけ自分が作った覚えのない人形が混じってたんや。押したらその日から山本さんは急にたくさん人形を作れるようになったんや。山本さんとしてはあの緑目の人形がいい仕事運でも運んできたかなとかのんきに構えてた。でもその一方で山本さん急に体調を崩したり寝込むようになったんや。そんなある日、同じく人形師で親しくしてた岡田さんっていう人が心配して電話をかけてきたそうや。です。よかった、つながって。最近展示会でも見ないし、何度電話しても出ないから。すいません。どうも最近体調悪くて。実は今の横になってたところなんです。あ、それは失礼しました。体には気をつけて、奥様にもよろしくお伝えください。